会話もここまで来たけど、これペースは133やきね。すごいね。以前早いぐらいけど、今何やったっけ今日の。寒いな。やばい、そうやね。そしておっさん2人が。みんなのおかげでペースが早いということでした。はい。はい。ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。この絶景を見て面白いことなんか言う、綺麗もないしよ。まあ一回ぼーっと面白いながらライブ。はい、8時22分。今日は久しぶりにサンデーに行きたいと思います。名古屋の登山口から、下山を降り口を変えていきたいと思っています。本日のバディ、ヤマピー。ありがとうございます。調子はどうですか？まあ、ぼちぼちといったところですかね。ちょっと眠たそうや。なんか眠たいですね。飲みすぎましたかね。やっぱし。ですね。はい。はい、じゃあ、ごちゃごちゃいきましょう。はい。はい、久しぶりやな、ほんまここ。博士。はい。なんすかこれ。これは。いっぱいなってますて。これはもう、こっちにもありますね。はははは、いいぐらいけど。あの、薄茶色ですね。薄茶色やね、確かに。はい、これはもう、サンレイにしか生息しないという、ああサンレイ薄茶だ。薄茶椎茸です。サンレー薄茶椎茸でした、はい、そんなんでいいの？いや、なんか朝一焼きね。朝一焼きね、はい、ありがとうございました。はい、8時58分林道との合流点。まずまずですわ。めっちゃしんどいけど、まずまずですわ。 しんど今日ね。え、今日めっちゃしんどい。ああ、はい、林道とのゴールデンと、はい、まずまずです。はい、いよいよ本格的な登山道始まります。サンレーピークへ、ここを登っていきますよ。めちゃめちゃしんどい。めっちゃしんどい、ね、え、あまりのしんどさにほぼほぼ会話もなくここまで来たけど。しんどい。しんどい。なんで？ほんまに。まあけどペースは133やきね。すごいね。以前早いぐらいけど、うん。まあただただ汗が流れてしんどいね。うん、で確認しておきたい側。はい。そのペースが速いがは何でやったっけ？え？ペースが速い理由は何やったっけ今日の？サブリーだが今日はいません。はい。はい。やっぱりそれが原因かな。まあ止まったりせんきね。やばい、そうやね、うん、それしか考えられんもんね。ごめんなさい。いやいやいや、謝ることはないと思うね。本当のこと言うから今日。まあただほら、会話できんばはーはー言うきおっさん二人が。そう。ただただ早いけど、まあサブリーダーがいないおかげでペースが早いということでした。はい、はいって、はい。はい、9時52分、岳もみの丘到着。ちょうど時間的にも半分、距離は半分できたかな。お疲れです。お疲れ様です。ちょっと休憩しましょう。しっかり疲れた。はいはいはい、10時15分、まあ分岐看板、あとちょっとですね。疲れた。なかなか調子が出ません。出ません。きつい。はい、10時45分稜線に出ました。まあ縦走路めっちゃ綺麗っす。
次郎牛釣り木まで綺麗に見えてます。最高やね、これは最高っすわ。はい、11時46分水場まで60メートルのところ、水は多分枯れちゅうろうねこれ。はい、あとちょっとです。しんどい。マッキーもうつく？まだやね。ええー。うそ、もうつくよ。もうつく？もうつく。もう見えよ。マッキーもうつく？いや、もうつかん。いや、もうつく。どっち？どっち？もうつくよ。もうつく？どうした？もうつかんで嫌で。誰だ？はい、あとちょっと。はい。おー、めっちゃ気持ちいいな。おー、適切ゲート。最高やね。よいしょ。ちょ、綺麗や。はい、11時2分天空の池到着。水もまああるね。あ、ございます。はい、天空の池到着でございます。お疲れです。疲れた。疲れたね。なんか疲れた。本当景色は最高でございます。本当や。あとちょっとでピーク。はい、11時5分サンデーヒュッテ到着。あのピークには行かずに先に休憩します。下手りなんで疲れました。ねえ、本当になんすかこの疲れ具合。はい、安定の綺麗さでございます。昨日だいぶここで人が止まったみたいだけど、めっちゃ綺麗なまま掃除して帰ってますね。さすが。よし、休憩しましょう。なるか。息が上がって立ち直れ。立ち直れ。まだ。死んでますやんか、兄さん。疲れた。どこから声出しよう。すぐ絞り出しようか。すっげえ無理やな。ヤマピーで3週間ぶりやったっけ。そう。このヘタレが。ヘタレが。まあゆっくり休んで。いや、ちょこよくない全然。まあけど30分のうちに何かは食べちゃうかんと。うん、行動食もっちゅうが、うん、そんならまあまあまだいいか。よしよし。久しぶりに水筒にお湯を入れてきたき。飯らしい飯を久しぶりに山で食べる気がするな。元気がないね。疲れた。本当に元気がないね。心配心配。ほんと心配。ああ、ふう、これまた味付きやん。いや、また間違うと昆虫これで
味付け嫌いなが、あ、お湯沸かすときにか。違う。味付けは、ただのときはいらん。好きやないがや。うん。ちょこちょいやね。ちょこちょい。ああ。急いでとか早足で歩いた記憶は全くないやけど、うん、止まらん気やろ。まあ誰がおらんかったけど誰がおらんかったけど結局そこになるわけよまあなんかほらやっぱりなんていうかその初対面によってほら、うん、なんか1時間歩いたらちゃんと10分休憩するとかよ。あの10分おきにこまめに1分ぐらい休憩するとかよ、うん、いろんなスタイルがあるがやろうけどよ。僕ほらダラ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 歩くがって、でまあ数十秒ちょっと立ち止まって、うん、ダラ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 また歩いていく感じやき、まあまあ、もちろん1時間ぐらい経ったら歩いたらまあ5分ばの休憩挟みたいけど、うん、基本的にあんまり止まって降りたくないかって僕。うん。だらだら歩きたいよ。で、なるほど。なんていうかな。長い時間歩くから全然苦にならなくて、8時間でも9時間でも。ああ。そう。でも、急登とかをなんかこう、1時間で上がれとか言われるが一番嫌がって、なんかこう、時間決められるが。うん。トータルで考えたら同じバーの時間に着くと思うけど、ゴールには早いけど、まあスタイルやりね。サブリーダーだって 2,30 分に必ず5分バーで休憩集まないから使いんやろ、それやろって言ってね、本当にまあ、あいつのスタイルの中やけど、それでも最近 100% 以上で歩き行きね、うん、それも大したもんやけど、あれも下りは早い、下り早いな、あいつ、うん、なんであんな早いだろうね、ついてきてん時からも、うん、すごいね、もうこけることしか心配しやせんの、下りなんか怖い、確かに確かにあいつ早いか。はい、12時35分 B スポット到着。はい、今日も綺麗でございます。 B スポットですわ。ちょっと昼休憩小屋でしすぎて足が固まったね、うん、すごい、いや逆にしんどいわ。じゃあちょっとここに立ってみます。どうぞどうぞ、あちらの岩の上に。でもそれをここら辺から取ったらええんかな。よっしゃ、はいよ、もういい感じ、いいと思います。 OK。はい、12時47分サンデーウィーク、ユーチューバーさんだこんにちは、トッチャーク、お疲れ様です。お疲れ様です。やったやりましたね、はい、景色は最高でございます。素晴らしい今日は、ね、
カヤハゲ、コウヌセ、ずっと、マルシ、そして次郎牛、剣、遠野丸と最高やね。ありがとうございます。素晴らしい。アップしてくれるの楽しみになったね。せっかく車で2台できちゃうけど、やっぱり癒しの方はやめますか。4時間だ。4時間らしい。ちょっと無理。厳しい。今日は嫌やね。なんかね、もう気分がね。疲れたしや。じゃあ名古屋に降りましょうか。ピストンで。お願いします。どうぞ。はい、そしたら12時52分、はい、下山開始。はい。はい。名古屋でいいですか。お願いします。ヘタリやね、二人とも。僕もね、実はそう思う中が。ヘタリやけど。もう厳しいです。厳しいね。OK。まあ今日はいい天気で素晴らしいピークの景色でした。最高やね。最高。うん。博士。はい。なんかこれ、鼻の中に虫が入って、なんか蜜吸いみたいなけど、なんすかこれ。めっちゃ多いっすね。めっちゃ多いね。めっちゃ多いし、虫も入ってるし。そう、美味しげやろね。美味しそうな感じがしますね、うん。はい。はい、これは三例にしか生息しないと言われています。うん、青虫好きそうです。三例青虫好きそう？はい。三例青虫好きそうでした。いい燃費がと思うで、ね、ありがとうございます。そうそう、花にしようと思ったけど虫好きそうだなって、ね、なるほどね。そう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 、うん、さっき声かけてくださったあの方がね、はい、博士のこのシリーズ大好きらしいんで楽しみにしてるらしい。これを褒めてもらえるぐらいなのか。よかったんかな、これで、うん、いいと思いますよ。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、1時3分天空の池まで降りてきました。一気に下っていきたいと思います。気持ち濁っちゅうんかな。まあこれからは凍っていく天空の池がまた見られそうなんで、また来たいと思います。いやマジで絶景や。すんごい綺麗ながやけど、ずっと見寄れるな。次郎牛、剣、あ、丸笹も見えるね、一番左に。すごい綺麗な。はい、1時51分岳もみの丘まで帰ってきました。めっちゃいいペースです。早いですね。すごいね、素晴らしい。まあ、一気に行きましょうか。博士、はい、これは何すか。すごい真っ白ね。はい、白。これはもう本当に三例にしか生息してないという。本当に真っ白白笠岳。真っ白白笠岳でした。もちろん冠名は三例です。三例。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちの笠がすごい立派やで。すごいね。すごいね。すごい。群れでなっちゃう。これ食べたらいかないやつですよね。いやーやばいっすよ。やばいやばい。ありがとうございます。はい、2時29分林道まで降りてきました。めっちゃ速いペースやね。はいはい。ガツガツ行けた。ガツガツ行けたね。これは飛ばしすぎた。ちなみにあと20分くらいかな。あとちょっとです。はい、はい、2時55分、名古屋の登山口付近まで帰ってきました。今日は三例に残ってましたが、車2台で来て、当初は、癒しの温泉郷の方の登山口に降りる予定だったんですけど、思いのほか疲れて、初めて小屋で1時間ほど昼寝をしてしまい、結局下山の時間を気にして
ピストンで名古屋の方に帰ってくる選択をしました。せっかく車で来ちゃったけど2台で、残念ながらそれで失望しました。まあこんなこともありますよね。こんなこともあります。よかった。よかったです。逆にね。逆にね。はい、降りてくれたし。はい。そしたらゴールしたいと思います。よし。ふう。オッケー。そしたらゴール。オッケー。はい。お疲れでした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 。なかなかやったね今日は。バテた。お疲れでした。ようやった。はい。